この番組はラオラオの提供でお送りしました。4人の名は M パズル。大阪を拠点に活動するインディーズバンドである。そんな彼らに今恐ろしい試練が襲いかかろうとしていた。M パズルの逆襲。 M パズルが所属事務所の社長 T 氏から突然告げられた次の新曲 CD を出すための条件、それは北海道から沖縄までを縦断、その後大阪へ戻るというとんでもないものだった。しかも旅費はストリートライブで自分たちの CD を売って稼がなければいけない。移動手段は番組が用意した車のみ。途中リタイアで大阪に帰れなければ新しい CD が出せない、いわば即解散という状況に。北海道からスタートした旅も東京まで進み、少しずつゴールへと近づく M パズル。しかしこれまで好調だったライブでの CD の売り上げが激減、資金も減っていく中、メンバーは埼玉へと向かうのだった。埼玉に到着後、コインランドリーで洗濯をするメンバーたち。黄色ばっかりやな。そして夜。早くしても。早く。カマキリ飛んでる。カマキリ飛んでる。うわ、うまい。ビビりすぎや。昆虫大王。ほかがお願いします。さすが。どこ掴んでるの？アロマ掴んでる。カマでやられてる。こっちやから痛み。そして翌日。今日はあいにくつかものすごい大雨でして、ちょっと今弱くなった、今弱くなってますけど、いやでも結構雨やで、これ今日はね、イベントをねなんとか頑張って入れたんですが、野外ということで中止せざるを得ない。そうですね、風邪ひいて喉も痛いし、痛い、3人も風邪ひいて、誰か1人が風邪をひいてね、マスクもちゃんとうろうろするからね、車の中財布も咳してるわ、今日明日が雨なんでね、下手したらもうね、今まで売ってきた CD のお金もそこを尽きてきて、もう1000円ぐらいしかない、1000円しかない。まあ今日はパン1つとかで生きていけるかもしれないけど、明日明後日が怖い。仕方なくメンバーはこの日野宿をする場所を探しに出かけたが、その後雨と風の勢いはどんどん増していった。そして、この局地的な豪雨により埼玉では高速が通行止めになるなど、交通網に乱れが生じた。数十分後、なんとか寝床となる駐車場を見つけたが、三つ秋の体調が良くないようだ。風邪薬です。熱があるんで、みんな風邪ひいてます。この日豪雨は深夜まで続き、激しい雨音や湿気によりメンバーにとって寝苦しい夜となった。そして翌朝。三つ秋の体調はさらに悪化し、38度を超える発熱でダウン寸前。もう無理っす。もう頭がガンガンしてきました。しかし、ライブを休むわけにはいかない。許可がもらえたライブの場所へと向かう。こうして埼玉県一発目のライブがスタート。しかし残念ながらお客さんの集まりはいまいちな様子。三つ秋以外のメンバーも風邪気味で体調が悪く、演奏の出来にも影響しているようだ。非常に苦しいです。雨ばっかりで全然できなくて久しぶりです。ところがどこへ、みんな体調が悪い、全滅。その後同じ場所で2回目のライブがスタートした。
1回目よりはお客さんの数も増えたが、 CD の売り上げは結局2枚のみ。しかしライブの場所を貸してくれた担当者からありがたいお話が。出演料、出演料、リビタルも生活を貸してくれた。 CD と交換でいただくという形でいいか。今の彼らにとってはかなりの大金だ。ライブ終了後、三崎は大事を取ってビジネスホテルに泊まることになった。行ってら、気をつけてね。他のメンバーは野宿の場所探しに出発。しかしその時、あのトラブルメーカーから電話が。社長です。もしおはようございます。はい、元気か。なんとか言ってますが、あのな、はい、あの早速やけど、早速、まだちょっと大阪から聞いてほしいんです。大阪に戻る、まだライブですか。じゃあ、じゃあ、あの俺の個人的な大事な用事があるの。個人的用事、電話ではまずい感じの。あ、で、すぐ、ちょっともうめっちゃ大事な用事。はい、ちょっとすぐ借りて。すぐ、今からですか。もう今から、今から。今からだと結構時間待ってます。いや、もう早く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 、もういいこと言ってたから、はい、早く。はい、はい、待ってね、じゃね。はい、はい、オッケーだ。なんで。大事な用事があるから帰ってきてって。どこに。ライブ。大阪、ライブじゃない。だるいわ。よし、今から寝ようとしてた。どこやん。まあすごく嫌言うてるから、行くしかないな。とりあえず殺意が芽生えてきた。こうして3人はホテルに宿泊中の三崎を迎えに行き、そのまま大阪へ向かうのだった。社長、いい加減にしろ。社長が大事な話があるということで、今から会っていきたいと思います。それじゃあ、だるいけど行きましょう。急遽大阪に呼び戻された M パズル。そこで社長から聞かされた衝撃の事実にメンバー驚愕。しかも謎の新キャラクターまで登場し、ますます混迷を深める M パズルの旅。なんと次回のパクパクテレビは30分ぶち抜きで M パズルの逆襲スペシャルオンエア。度肝を抜く展開に開いた口が塞がらない。次週も必見。